こんにちは。ですね、まあ、いくつかランタンが、ランプも含め、映ってるんですが、ですね、とりあえずこの長いことですね、時間をかけてですね、ちょっとレストをしてました、モデル25のホロワイヤーですね。こちらはですね、まあ、無事テスト点火ですね、ようやく終えまして、今少し磨き込みをかけたところです。ですね、これが、ですね、チューブですね。そしてこれがメインのフレームですね。まあ、チュークワイヤーですね。その名の通り、ホロワイヤーです。この辺りが、ですね、シェードを止めるものですね。そしてこれはベルですね、ベルカバー、この辺りにこうついてきますね。であとはこれはですね、天井の部分の方ですね。こちらの方に、つく部分ですね。これがですね、こういう具合に、ですね、ちょっとボケてますけれども、これを、天井につけて、これでこう隠す感じですね。で、この小さなですね、ビスが1個止まって、こういう感じで、ちょっと今画像入ってませんでしたけども、こういう感じですね。天井に、ぶる下がるとこですね。そして小さなビスがあって止めて、こういう感じで、ぶる下がる感じですね。これが本体に続くですね、チューブですね。真鍮のブラスチューブですね。で、これはですね、今の部分で、前回ちょっと、ですね、ちょっとお伝えした部分だと思いますが、よく見るとですね、これまだここですね、これかなり取ったんですが、ペイントが吹き付けられてしまってるんですね。で、これ今ですね、少しずつこれも完全にかなり、頑丈にこびりついてますので、本体のこのカバーにですね、傷をつけないように、ですね、まあ、爪を使ってこんな感じでやったりとかですね。とはいつつ、なかなかこれ剥げないので、今1時間以上やっててですね、まあちょっとこう、このあれですね、溝のとこはまだ入り込んじゃってますね。で、まだ磨き込みはかけてないんで、今一つ光はしてないんですが、ちょっとこれもう少しですね、少し最終的にこれまで時間ちょっとかかりそうです。それからですね、今他にもちょっと今、この辺りがですね、これがようやく落ち着いてきましたので、同時進行のですね、ものも、まあ、いろいろ磨き上げたりとかですね、機関調整してたんですが、そろそろ一気にですね、組み立て、まあ、まとめて同時進行で組み立て、ね、あとこの辺りはですね、前のビデオでちょっとご紹介した、ですね、ちょっとかなり痛々しい跡があるんですが、アークランタンの、タンクですね。これは先ほど前のビデオでですね、一応はシーラント加工してたものです。で、今完璧にシーラントが終わっていい感じになりました。そしてですね、こちらがモデル M ですかね。これももうシーラント加工を終えて、いい状態になってます。そしてこれは久しぶりに登場した、これ238なんですね、 238B。 まだこんな状態なんですが、これもですね、実はタンクの中がひどい状態でしたので、シーラントをですね、複数回ちょっとこれまだやってる最中なんですね。
そして今日ですね、またシーラントをちょっとこれはあえて施しました。で、裏を見るとですね、こんな感じで、まあ、錆は出てるんですが、まあ腐食は幸いしてませんので、こんな感じですね。腐食してるとボツンボツンボツンと鈍い音がするんですが、まあ、でまあ腐食はですね、するほどまでは錆が出てるわけではないんですけど、念のため、内部からですね、強化するような意味も含めて、でこれもですね、今日ちょっと磨きをかけたんですが、まだ下磨き状態ですかね。まあ、当初これをですね、ご覧になられた方だと分かると思うんですが、まあ、かなり見違えるようにはなってますね。まだまだです。それからですね、まあ一通りですね、このまあ光紋関係ですかね、このニッケルシルバー関係のものがですね、メインだったんですが、今度は引き続きですね、また続々と、メンテナンス必要なものが、入ってまして、まあ、この辺りもそうですね。そして今ですね、これですね、これもまだ今、過程ですね。まあ、目は6割ぐらい仕上がってですね。そしてまたこれとは別にもう1台ですね。こんな感じで。これも 200A ランタンですね。70年代のモデルです。そしてタンクが、これも軽くちょっと磨いてありますね。これはまだです。こんな感じで。これはですね、使い捨てコップの中でお風呂に、まあ、入れてるところですね。もう少しちょっと入れておこうかなと思ってます。そしてですね、カメラをちょっと動かしますが、ですね、そうですね、もう一個向こうにありますね。そしてもう一つカナダのモデルですね。ちょっと今作業してたので、ワークベンチがですね、かなり、汚れてますけれども。そしてですね、ちょっとガガガッといくと、こちらにもちょっとまだ作業中のものが置いてあります。右端の方はですね、バーガンディですね。ちょっと前にビデオに出てるかと思いますけど。これはですね、238のですね、まだ部分的に磨いてるものと磨いてないものがあるんですが、これもまだあれですね、カラーなんですけども、まだ完璧に仕上げてますね。それからこれはですね、ポンプですね。まあ、ジェネレーターとこのようなフェルチューブ関係ですね。まあ、意外とこう珍しい形をしてます。これもまだ、完全には磨き上げてないんですね。
というのはですね、まだこれ点火テスト前ですので、あまりにですね、死ぬほどですね綺麗にする必要もないです。でちょっと大きめのこれセラミックですね、こういった焼き物のバーナーキャップですね。これはまあ特徴をいろいろあるモデルなんですが、こんなあまり一般的ではない感じのですねパーツなんかもあります。でこれがですね、プレヒート用のバーナーですね、トーチ型のバーナーです。まあ一応こんな感じですね、まとめてあります。また次回ですね、まあホロワイヤですかね、この辺りの光門がですね、組み立て上がったのですね、また動画をアップしてみたいと思います。これは51年4月ですね、製造日が。以上です。